はいどうも皆さこんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、セブン銀行で未利用口座から年間1320円の手数料が発生ということで、今回はセブン銀行についてですね、今回はお得な情報とはちょっと違うんですけども、この動画では普段からですね、セブン銀行を使われている方、もしくはセブン銀行を眠らせている方向けの動画となっています。ちなみにですね、セブン銀行 ATM ではなくて、銀行のセブン銀行ですね。なので、もしですね、セブン銀行持っている方は大事な情報 ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、いってみましょうまぁ今回ね、少しサムネイルを持ってるとこではあるんですけども元々もと事の発端はですね、こちらのメールから起きました。 ま、早速見ていただきたいんですけども、こちらですね。ま、つい水曜日届いたメールなんですけども、セブン銀行未利用口座って言うんですかね。未利用口座管理手数料、新設のお知らせ。誰々様、これ僕の名前ですね。いつもセブン銀行をご利用いただきありがとうございます。当社では、長期間ご利用のない口座、以下未利用口座と言います。を対象に、不正利用をはじめとする犯罪の未然防止を目的として、下記の通り未利用口座、 管理手数料の新設及び残高のない未利用口座の解約を開始いたしますと。で、未利用口座としてのお取り扱いは、2022年4月1日以降、2年間以上の長期にわたりご利用のない口座の,のみを対象といたしますということで、これ最初届いた時にどういうことっていうふうに、ま、一瞬思ったんですよ。まあ、セブン銀行からね、メールが届くことってほとんどないので、もちろん最初はめっちゃ怪しみました。まあ、一応いつもの、ま、迷惑メールかと思ったんですけども、よく 見たらね、ちゃんとセブン銀行の公式のメールアドレスだったんでまあ、ここは間違いなと思ったんですけどもまあ、今回のこの内容について若干ですね僕も調べてみました。これ本当に出てるのかなと思って、で調べてみた結果なんですけども、じゃんということでねなんと2021年9月7日にもうこちら重要なお知らせとして更新がされておりました。それがね、今お伝えした未利用口座手数料新設のお知らせということで、まあ最初これ見た時に、まあ、なんか若干ネット このニュースとかでなんかこういったのなるなっていう風な噂はちょっと聞いてたんですけども今回はねそれがセブン銀行が ま、対象になりますよ、ということになります。まあ、ちょっとね、詳細を見ていきましょう。まずここに関しては先ほど読んだところで、ここからですね、常日頃から入職金等をご利用いただいている口座が対象となることはございませんと。なので、普通にね、いつも使ってる方は特に問題がないと。また、預金残高が1万円以上ある口座、定期預金含むも対象とならないと。で、未利用口座の管理手数料の初回引き落としは、2024年の4月1日以降を予定しておりますということですので、まあ、とにかくね、 この日程なので、まだまだ先の話にはなるんですけども、長い目を見た時にも、うもう利用されない方はね、チェックしておく必要があるかなと思います。 で、今回ですね、ちょっとびっくりしたのは、未利用口座管理手数料として年間1320円がかかるっていうね、消費税と含むということなんですけども、使ってないのにこれだけの金額がかかるって結構やばいですよね。で、対象となる講座ということで、しっかりと詳細が出てはいるんですけども、最後のご利用、お預け入れ置き出し、置き引き出しから2年以上経過した講座と。なので、まあこれであればね、普段から使ってる方は全く問題ないと思うんですけども、もうほとんど利用されてない方から、 すれば結構該当される方も中にいらっしゃるのかなと思うんですよねただし次の場合は除くと残高が1万円以上ある場合これは提供金も含みますあとはローンサービスのご契約がある場合これらに該当される方はねまあ、大丈夫とで制度開始日2022年の4月1日前の期間は未利用期間に含まれませんまた利息不要未利用口座管理手数料の引き落としはご利用には含まれませんとなのでまぁ、あ、ここにも出てる通り今、まあ、制度開始日前の期間は含まれないので取りあえず とりあえずこの日からスタートしてからの2年と。 いうことですね。まあそうなってくるとまあ大丈夫っちゃ大丈夫というふうに一瞬思うかもしれないけど、意外と複数口座を持っている方からすれば、なんちゃかんちゃ2年ってあっという間に経ちそうな感じもしなくもないですよね。で、その未利用口座管理手数料の引き落としのご連絡ということで、未利用口座管理手数料の引き落とし対象となった場合に関したら、事前に当社へお届けのメールアドレスへメールにてご連絡をされると。事前のご連絡から引き落としまでご連絡があった場合、引き落としの対象外となりますと。で未利用口座管理手数 数量の引き落とし開始時期に関しても初回の引き落としが2024年の4月1日以降予定ということですのでとりあえず起算開始日が2022年の4月1日なのでそこからね2年後 の2024年の4月1日以降ですので、まあ今からと考えたら、まあ猶予はかなりあるかなと思うので、まあ今のうちに残高が1万円以上ある状態にしておくとか、まあそういった方法でもまあ回避はできそうですよね。で、未利用口座の解約ということで、未利用口座の残高が未利用口座管理手数料金額に満たない場合は、残高の全額を未利用口座管理手数料に充当いたしますということですね。残高が0円の未利用口座は当社で解約いたしますということですね。 <laughs> なので、ほんと残高がゼロの状態であれば、解約扱いと。そして、ここにもちょっと出てるように、未利用口座管理手数料の返却はいたしませんと。で、 なんとですね、口座解約後の再利用はできませんということですので、もしね、全然使わなかったら、いつの間にか解約されてるということですね。まあ、今回の元々のその目的っていうのが、不正利用や犯罪の未然防止の目的っていう風には出てるので、まあ、それを防ぐためであればいいのかもしれないんですけども、これ知らない方からすると結構びっくりしますよね。気づけば解約されてたっていうね。で、今回ですね、僕気になってセブン銀行以外にも、この未利用口座管理手数料って、他の銀行ではあるのかどうか、 サクッと調べてみたところちょこちょこありました例えばなんですけども三菱 UFJ 銀行ですねこちらも同様に2021年7月以降にということで手数料に関しても1320円で同じですで、若干 若干ですね、その条件的なところが変わってくるような感じではございます。例えばなんですけども、次の場合は未利用口座管理手数料の対象外となりますということで、他の預かり金融資産、例えば定期預金、外貨預金、投資信託等が1円以上ある場合とか、まあここにも出てるようなこんな感じの条件だったりとか、まあ銀行によって若干変わってきますよね。 あとは、リソナ銀行もありましたね。リソナ銀行に関しても、この未利用口座管理手数料についての、まあ、詳細がね、いろいろ出てはいるので、利用されている方はですね、一応押さえておいてほうがいいかなと思います。まあ、メインで使われている方はね、全くもって問題はないと思うんですけども、まあ、いつか使おうかなと思っている方は、若干押さえておいたほうがいいかなと思います。 ではですね、まあ、せっかくのタイミングなんで、僕の今現在のセブン銀行の残高と最近の利用履歴をですね、まあ、確認をしてみたいと思います。まあ、今確認してもね、とりあえずスタートとしたら、いわゆるその来年の4月1日からになるので、まあ、ぶっちゃけ今確認してもそんなに意味はないんですけども、僕が本当にこのセブン銀行を使ってるのが使ってないかっていうのが、まあ、履歴を見ながらですね、ちょっと見てみたいと思います。こちらスマートフォンのセブン銀行の画面でログインが今できた状態ではあるんですけども、この預金残 なんだかのところですね。この青のところ開けるとじゃんということで873円っていうね、もう全然使ってないのがわかると思うんですよ。いや僕もね正直あのメールが来るまで、本当セブン銀行はもう特に作りたての頃は確かセブン銀行 ATM との相性がいいなと思って使ってはいたんですけども、なんじゃかんじゃねスマホ決済の連携とかも含めたら若干ちょっと相性の悪さもあったりしたので。 もうほぼほぼもう使うことはなくなったんですよね。もう何年くらい前かもほとんど覚えてないです。ちなみにこれ僕が持ってるキャッシュカードですね。一応7個付きのキャッシュカード。というよりかはデビットカードですね。 で、入出金明細をしてもね、特に何も情報はもちろんなくて、ここの三角のところをタップして、ウェブ通帳をですね、確認してみたいと思うんですけども、もちろんね、この入出金明細のとこは何も情報はなく、使ってないので。で、画面を下に下がっていただいたら、ダウンロードして直近15ヶ月分のね、情報をいろいろ確認することができます。で、もろもろね、ちょっといろいろ見てみたんですけど、ほんと使ってなくて、一番下に出てる2020年6月分として見ても、まあ、全然情報はないんですよね。なので、簡単に言うとほんと封印されしエクゾディアみたいな感じなんですよ。 なので、まあまあ考えてみて、まあ今後使う可能性ってほんと僕自身マジで少なそうだなと思ったんですよ。今回の内容を踏まえて。で、もう今のうちにもう残高をとりあえずゼロにしちゃおうと。まあそれでね、勝手に解約されても特に問題は今のところないですし、使う予定も今のところないので、まあ先ほどあったね、873円かな。 あれを、ま、ゼロにやってみようということで、早速やりたいと思います。まあ、残高を移動する方法って、ま、いろいろあったんですけども、思いつく方法として、例えばなんですが、不良送金アプリのプリンって皆さんご存知ですかねこれに一旦残高移動させようかなと思ったんですけども、そういえば連携ができなかったので、ちょっとこれは断念したんですけども、あ、そういえば PayPay ペイペイと連携すれば、ま、残高そのままチャージすれば減らすことができるなと、ま、発数分もね、チャージできるので、今回はこれでトライをしてみたいと思います。なのでペ、PayPay イペイの普通の画面から 右下のアカウントというところに入っていただいて、ここの支払い方法の管理ですね、ここをタップすると、真ん中ら辺にチャージ用の銀行口座を追加というところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、いろいろ銀行出てくるんですけども、分かりやすくセブン銀行と出てきてますんで、これをタップしたらですね、まあ、いわゆる連携画面に入るので、ここで次へとかいろいろ進んできていただいて、これで銀行口座との連携が完了しましたということで、連携自体はめちゃくちゃ簡単でございます。この画面一閉じていただいて、チャージを早速やりたいと思いますんで、チャージをタップして、 銀行口座選ぶところで、セブン銀行をですね、選択した状態で、まあ、ここの金額も入力して、破数分ですね。それで、しっかりとね、873円分がチャージできたということでございます。なのでね、預金残高を確認したら00円の状態になるんで、とりあえず、僕の場合ですね、もしこのまま放置しておけば、まあ、勝手に解約をされている状態になるかもしれないということですね。 けどまあ、現時点ではまだわかんないんですけどね。もしかすると使おうかなと思ったら、1万円分チャージしてる可能性もあるかもしれないですし、とりあえず今現時点ではゼロにしておきます。ということでね、今回の未利用口座管理手数料のまとめということで、まず手数料なんですけども、利用口座管理手数料として年間1320円がかかるようになりますよと。で、2020年の4月1日以降ですね、2年間以上の長期の利用のない口座のみが対象となるので、まだとりあえずは全然大丈夫です。 この日以降で,ですね、その間に何かしらのね、まあ預け入れとか引き出しとか、まあそういったものを行えば特に問題はないということなんですけども、もう本当に使わない口座を何個も持ってて、あ、そういえばあったなっていう方からすれば、ちょっともったいないことをしてしまう場合もあるかもしれないですね。で、対象となる口座として、最後の利用、預け入れ引き出しから2年以上が経過。残高が1万円以上やローンサービスの契約は除くということですので、とりあえず1万円分だけ入れておくだけでもいいと思います。で、ビデオ口座管理手数料の 引き落と開指示時期ということで初回の引き落としは2024年の4月1日以降ですのでまだまだ先ではありますで先ほどもお伝えしたように未利用期間の起算開始日は2022年の4月1日ということですのでまあ今の期間とかは特にカウントがされないので特にそれに関してはまあ安心してくださいと まあけどまあ僕の場合はかなりズボラな性格ではあるので絶対このことは忘れてるんですよね。この期間が始まったとしても。なので今回は講座残高をゼロにさせていただきました。で、ミリオ講座の解約ということでちょっと細かいので読み上げませんけども、とりあえずここに出てる通りということでございます。まあそんなこんなで今回はセブン銀行のミリオ講座管理手数料について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあとりあえずね、今回のものの元目的っていうのは不正利用であったりとか、まあ犯罪の未然防止目的 的ということだったんですけどもまあ、手数料が1320円かかるっていうのはうーんって思う方は結構いらっしゃるかもしれないですよねまあ、今回僕が調べたのはこのセブン銀行以外にも先ほどお伝えした三菱 UFJ であったりとかリソナ銀行まあそういったところではあったりするんですけども今後この方針っておそらくほとんどの銀行とかこんな感じになって ていくような感じにはなるんですかねまあ、とりあえずね僕はこんな風に今回は行いましたけどもまだ現時点では現金を1万円入れるかどうかっていうのはちょっと悩ましいとこではあるのでとりあえずはゼロのままにしておこうかなと思ってますまあ、解約されても特に問題はないかなと思うのでまたねセブン銀行のキャンペーンとかめったにないとは思うんですけどもまあ、そういったものがあればね もしかしたら復活してるかもしれないという、まあ、お調子者の意見でございますと。で、今回お伝えさせていただいたね、公式のリンクも概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました